はい、こんにちは、まとめです。エミです。はい、ということで今回はユニクロ U 2023春夏全部紹介という動画になっております。で、前編は MB チャンネルさんの方でアウターとニット類を紹介しているので、はい、まずそちらを見てからぜひ後編見ていただければなと思います。およす。ということで、まず最初はオーバーサイズシャツ長袖3990円。はい、でこれオーバーサイズシャツ長袖がこっちで、はい、こっちは同じ素材同じ型でオーバーサイズストライプシャツとなっております。はい、ついでに言うとオーバーサイズチェックシャツもあるんで、これで3兄弟、オーバーサイズシャツ3兄弟これでジェットストリームアタックができるわけだね。それだけはわかるガンダム、そこだけは知ってるその技は。そういうにわか知識怒られると思うまあこれ形全く同じ、素材同じで柄違いという感じ、はい、まあ、いつもユニクロ U それやりますね。やりますね。あのね、もうね、いいんですよこれもうね、いい、本当にこれかっこいい。もう分かった、もういいよ、もう分かったもうね、本当これかっこいいの。もう何回褒めたか分かんないけど、正直もう、もう何回も見てるからもう大丈夫。まあね、うん、ポケットしたらちょっとね、そうポケットちょっと下落ちてて、ちょっとルーズで、ちょっと若干のシワ感があってそう、で、ルベルさんはこうね、ラウンドで作らなくてこう三角で作るからちょっと襟がシャープに見えてとか、はい、まあちょっと多少のね違いはもちろんありますよ。スリットが入ってバック、テールがちょっと長くなったりとか、はい、まあいろいろあるんですけど、まあいつもいいと、いつもいいんですよ、はい、もうね、いつも一緒だけど、もう本当こう喋り続けてるんで、うん、もう去年のユニクロ U の動画を見てもらっても全く同じこと喋ってると思うから本当にこれはいいです。はい、はい、なんかいいシャツ欲しい人はぜひ買ってください次、オーバーサイズワークシャツ半袖、3990円、パープルのやつ。これかわいい。僕もしかしたらこれが、うん、この辺ですね、はい、これね、色がグレーカラーとナチュラルカラー、うん、まあまあいわゆる黒と白みたいな存在だね、はい、とイエロー、はい、そしてダークパープル。これイエロー表記なんですね。これイエロー表記なんですよ。もうよくわかんない。イエローではないな。キャメルみたいな色。キャメルみたいな色ですね。僕パープルがすごく好きですけど。僕もパープルですね。これもしかしたら今回のユニクロ U で一番好きかも。いや、これめちゃくちゃいいんですよ。これいいよね。でもこれ多分商品画像全然目立ってないと思うんですけど。全然伝わらないこれ。かなり柔らかくて落ち感強い。頑張って撮影チーム。ビッグシレットの、半袖シャツ。これが53% がセルロース、はい、再生繊維で 47%がコットンなんですけど、まあ、レーヨンみたいな風合いでですね、ストンと落ちてるような感じがします、はい、ドレープ感があるというか。そうですね、ドレープ感かなり強めで、鈍いツヤもあって柔らかいと。でミリタリー調のダブルポケット、うん、フラップのついてるダブルポケットになっていて、まあ、ドイツ軍のシャツみたいですね。でポケットがちょっと下に落ちてる感じ。これすごいかっこいい。ちょっとラフに着たいですよね。着たいよね。僕さっきこの長袖の T シャツにこれ重ねたんだけど、うん、あ、そうやってましたね。そう、レイヤードで長袖のアイテムにこれとか合わせるのすごいかっこいいと思います、うん、春からいけると。春からいける。これもうほんとすぐ着たい。これめちゃくちゃ良かったです。めちゃくちゃかっこいい。落ち感綺麗で、すごいシルエットよく見えるし、素材感超高級感あるし、色の発色もむっちゃ綺麗。僕半袖シャツ結構アンチなんで。僕も半袖シャツ全然着ないけど、ね、これは着る。これ着たいですよね。これ長袖のカットソーに合わせてもうすぐ着たい。これかっこいいんですよ。めちゃくちゃかっこいい。おすすめです。これ3990円半袖のシャツで高いって多分思う人結構いると思うけど、絶対そんなことないから。そんなことないですね。これマジで抑えといた方がいいっていうか、俺買う。これいいな。2枚ぐらい買う。これパープル、パープルを2枚、パープル2枚、これ超いいでもパープル一押しです。すごく可愛い。でもこれほとんどの人が気づかないと思う、うん、まあ、なんか試着に行かないですね多分。そう、だいたいユニクロ U 買う人ってオンラインで買う人すごく多いから、うん、展開店舗少ないから、はい、オンラインで買う人すごく多いけど、これオンラインで魅力全然伝わってないから、隠れ名作アイテムだと思います。これこれはいいな。だからこれちょっとこの動画を見た人だけのグッドポイントということで、はい、もう疲れちゃってる3秒かけてグッドポイントで、僕は一つも言葉が出てこなかった。ちょっとこれはね買っておきましょう。買っておきましょう。次が、シアサッカーオーバーサイズシャツ。こちらですね、はい、シアサッカーオーバーサイズシャツ。これが2色展開で、はい、クリームか、これがクリームカラーで、はいはい、こっちがベージュカラーっていう表記になっております。今度こそイエローだけどな。こっちクリームですね。まあ、だからシアサッカーだけど、シアサッカー感がそんなにないですね。なんかシアサッカーがストライプで表現されてますよね。そうですね。だからシアサッカーってもっとさ、こうグニャグニャしてるイメージじゃない、うんうんうん、凹凸が強い。
い、そうそうそう、あんまりそんなに凹凸がなくてですね、なんか縦に入ってる感じですね。そうですね、ちょっと珍しいシアサッカーです、まあ、ストライプの中にシアサッカーでさらにストライプ入れてるみたいな。そうですね、面白いアイテムですね。これが素材がですね、綿100です。綿100かなり薄い綿なんで、まあ、夏場すごく使えるんじゃないかなとは思いますね。でボタンダウンなんですよね。しかもめっちゃ襟でかい。そう、ボタンダウンで襟がでかくて、うん、でポケットがないんですよ。いや結構やっぱ攻めたの今回多いですね。結構攻めてるよね、うん、でもこれでもかっこいいよね。着たらめっちゃかっこよくて、うん、これいけてる。洋服好きな人ビビってくると思うな。これ古着とか好きな人はだいぶかっこいいって思ってくれると思う。これすごくいい。俺こっちの色が好き。いや両方すごくいいな。いいよね。かなり選べないかも。これになんかスカーフとか入れてあげてもすごくかわいい。今日つけてたスカーフ合いそうです、ね、合いそう。すごくかっこいいと思います。ちょっと色気があるというかね、うん、古着っぽいんだけどなんか古着みたいなあのヨレ感がそこまで強くなくて、いやブランドものっぽいですね、うん、かなり。これはすごいセンスいいなと思いましたけど、うん、これ多分ねオンラインで伝わんないんじゃないかなまずシアサッカーが伝わってないかもしれない、うん、これモデルさんの体格がすげえいいからなんかこの落ち感があんま出てない気がしますね。なるほど、逆に、うん、これ日本人が来た方がかっこよく見えると思うな。続きましてこちら一番人気らしい、一番人気、事前人気一番らしい、はい、ライトウェイトスウェットシャツ、はい、超薄手のスウェットシャツ。ライトウェイトスウェットシャツってなんかすごいウェが多いね。ライトウェイトスウェットシャツ、ライトウェイトスウェットシャツ、イエー、これが悪そうなやつ大体友達、まさか一番人気とは。でこれがね、あのいわゆるそのユニクロ U 恒例のスウェットシリーズなんですけれども、はい、ちょっと素材が変わりました、はい、素材のあのあれはファブリックは綿100なんですけど、はい、綿100に見えないですねこれ。見えないですね。なんかいい意味でちょっと合戦っぽいっていうか、すごいなこの感じ、ね、なんか不思議な素材だね。不思議な素材ですよね。ポンチっぽいっていうか、薄いポンチみたいな、薄いポンチって感じですね、うん、光沢感がすごく強いです。かなり強い。だからいつも の, そのユニクロのインラインのスウェットと違ってもっとこう綺麗な、超綺麗ですね、うん、綺麗なカットソーっていう感じ、まあ、スウェットっていうよりもカットソー感覚じゃないかな。でスリーブとかはフリーダムスリーブになってて、そうです、ね、昔のスウェットシャツみたいな感じになって、ね、これさ、だってさスウェットで裏もちろんあの裏毛になってるけど、うん、裏毛がほら糸が細すぎて全然裏毛感がない本当だ、超滑らかだ、ね、カットソーだよねこれね、すごい。あ、なんかユニクロのスウェットシャツにしては珍しくなんかリブ短いですね。リブ短い、結構短い。でもこのバランス結構好きだな。で丈も結構ね短めかも。ただこの素材感だからこそなんかこう色味もいいよね。可愛いですね、うん、この色味、まあ、一番人気って言われるといや、うん、もっと他に、そうですね、なんか、かなり意外ですね、うん、なんでこれが商品画像で目立つやつでもないのに、ね、まあ、でもスタンダードにいいアイテムだけどね。そうですね、みんなが喜びそうなアイテムなのは間違いないです。クルーネック T シャツ七分袖、これがねコットン100ですね、うん、今回から初めてやる方だと思いますけど七分の袖で、はい、ちょっとポケット大きめ、はい、光沢のある素材で落ち感があるようなデザインになっております、うん、1990円、白と黒とベージュとブラウンとネイビー、これ売れると思ってますね、さては。なるほど、色展開多め、5色展開、まあ、結構バインダー太い、いいんじゃない。でポケットもだいぶねゆとり持ってつけられてるんでちょっとだけ垂れるような感じになってます。いつもさ長袖やってるじゃない、はい、硬い素材の、はいはいはい、あれが今回ないんですよ。なるほど、そう、あれの多分代わりだと思う。なるほど、春夏だからちょっとね袖短くしてる。でも俺あの硬いロンティーのファンなんですよえ、じゃあこれのアンチってことですか？いや、あのユニクロ U のあの硬い素材のロンティー、ね、超かっこいいと思う。あれすごいですよね。俺あれ通算 何枚買ったか分かんないもん。しかも紹介するために買ってるんじゃなくて、うん、着るために着るために買ってるんですよ。あれすごい。でも今回なくて七分になってるんですけど、うん、これは分かる。あ、アンチじゃないんだ。暑いんですよあれ硬すぎて春夏はね、そう、ちょっとね結構早い時期にもう暑くて着れなくなっちゃうんで、なのでちょっと素材の肉を落として、うん、丈を七分にし、袖を七分にしてっていうのはすごくありだと思います。だからあれの進化版だと思ってもらえればいいかな、うんうんうん、まあ、もうちょっと生地はね柔らかいけど、まあ、結構柔らかくなった。そう、この後紹介するエアリズムコットンよりも張りはあるので、はい、なんかそういう意味でちょっとタフな、ロンティーとして、ロンティー七分袖の T シャツとして使えるんじゃないかなと思います、はい、次エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツ5分袖、はい、1990円、これはもうね発売されてる、終了もう何回喋ったか分かんないもんだってこれ大丈夫、これもうおすすめよ。次クルーネック T シャツ1500円、もうこれももう紹介しきってると思うんですけど、はい、なんと、はい、全22色展開、これだけじゃないと。
これだけじゃないです。これだけじゃない、22色あります。だってこれもうほら、なんかもうわけわかんない、パントンの、カラーチャートみたいになってるから。カラーチャートになってる。1500円で、これ以上の耐久性の高い T シャツは僕は今まで見たことないので、耐久性やばいですよね。やばいやばい、バインダーとかもうすごい、やばい。そら周平さんも整体のお客さんが着る施術着に使うわって。使ってるんだこれ。そう、使ってる。何回お客さん来てもへたらない。なるほどなるほど、めちゃくちゃいい。というわけで、タフさを求めるんだったらこれ間違いなくおすすめでございます。はい、違ったわ、24色展開だった。増えたなって。あっちが別色で2色、はい、別ページで出てたから。え、前の品番とちょっと混ざってるかもしれないんで、うん、正確に 何色展開はちょっと難しいかも。ただいっぱいあります知れないですけど、いっぱいあります、うん、次行きましょうか、はい、ボーダー T シャツ毎回必ず出すよね。毎回必ず出す、必ず出すよね、必ず出す。でインラインに割とありそうな感じなんだけど、出さそうな感じみたいなところついてくるよね。なんか色違いみたいな感じで出してきますよね。相当好きなんでしょうね多分ね。そういうことなのか、それがすごい売れてるのか。売れてんのかな。ベーシックでいいけど、すごいベーシックですね。このラインナップの中では一番なんかこう存在感がちょっと希薄な感じではありますけど。そうですね、まあでも好きな人は好きかもしれない。ちょっとこうサーフっぽいようなイメージ。そうですね、古着っぽいサーフっぽいイメージで作られてますから、まあ、インラインのボーダーとは確かにちょっと毛色が違うかなとは思いますね、うん、まあ、色味もやっぱユニクロ U って感じはあります。ショルダーも落ちてるしね、うん、ラインもすごく綺麗だと思いますね。次いきますか、はい、レギュラーフィットジーンズ、今回ちょっと面白くて、ベージュカラー、うん、ダークブラウンカラー、ブルーカラー、濃いめのブルーカラーの4色展開です、うんうんうん、一応モデルさん着用ではもうアンクル丈になってるんですけど、普通にこれ僕が履くとフルレンになるんで、僕が履いたらクッションがつきます。フルレングスというか、多分普通に日本人履くとフルレングスになるバランスじゃないかなとは思いますね、うん、しっかりたまりができるぐらいです、ね、たまりができる、まあ、9.5 分丈ぐらいかな、うん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 、だと思いますね。ジャストサイズで履くと4990円で、コットン100ですかね。これは風合いすごくいいですね、はい、この色がねかなりいい。これあれなんだね、色によって違うんだ。ベージュカラーとダークブラウンカラーは 13% 偏布が入ってる。ああ、そういえば今年からユニクロメンズもデニムに入れてきてますよね。あ、でもブルーもどっちも 12% 偏布入ってるわ。これじゃあ C100 じゃなくて偏布入りなんだ。それでなんかこのちょっと不思議な風合いが出せるのか。あ、でもインラインのやつとはまたちょっと違った感じですね。ちょっと違うよね。あっちは分かりやすい感じでしたけど、こっちはなんか色が良くなった感じですね。色すごいいいよね、かわいい。緩いんだけど、そんなになんかこうルーズな感じがないっていうか、素材は、素材はなんか思ったよりまあ厚みもあるかも、うん、でもなんかいわゆるそのコットン100のインディゴのデニムと比べると、ちょっとこの凹凸感が少なくて、はい、若干落ち感があるよね。ありますね。ね、あとはユニクロ U らしいパターンというか、うん、あんまりこう足にフィットさせるようなパターンじゃないので、こちらがシワがつきにくくてストンと落ちやすいシルエットになってるから、今っぽく着れると思います。これめちゃくちゃいいかも、うん、何気にめちゃくちゃいいよね。これめちゃくちゃいいかも、めちゃくちゃ。でもね、パンツはねもっといいのがあるんですよ。わかりやすくいいのがありますよね。あるんですよ。次行きましょうか、はい、ワイドフィットタックチノ、なんかこれ結構いつも見かけるような感じだね。ワイドフィットチノありますもんね。そう、ワイドフィットチノ。あ、そうだね。でもこっちは、タックがしっかり入ってて、ツータック入ってるかな、ツータック入ってて、うん、で裾そんなに絞ってないですね。インラインのと比べたら柔らかいかな、素材が明らかに。そう、素材柔らかくて落ち感があって、はい、でユニクロ U 特有のこのその中間色、はい、薄いベージュと暗めの、チャコール、チャコール、そしてあとはオリーブカラーですかね、はい、これおしゃれだね。かわいいですね、うん、こういうのになんかこういうお地味のある中間色のポロシャツとかをインしてサンダルとかで合わせてあげたりするとすごいかっこいい、うん、これとかもいけて、あ、いけてますね、いけてますね、いけてる、いけてる、こういう感じ。でもパンツは違うんだよな。パンツはまずこれなんだよな。いやこれ超いいよね、ワイドフィットタックジャージパンツ。わかりやすくいいですね。これかっこいい。3990円、これ絶対買おうぜ、絶対買おうぜ。落ち感強烈ですねこれ。ドラゴンボールのなんか合間に入る CM みたいになっちゃった。絶対買おうぜ、わかんない。日曜の9時ぐらいの CM、 テレビ東京の、テレビ東京の、オラとの約束だ、あったかも、あったかも。絶対買おうぜ。すごいセールスしてくんなって子供ながらに思ったけど、まあいいや。これブラウンカラーと、はい、ダークグレーカラーの2色展開になっているんですけど、はい、今多分ね動画で見てるのもそうだし、うん、あとオンラインショッピングで見てるのもそうだと思うんだけど、はい、固めの素材に見えちゃうんじゃないかなと僕は危惧してるんですけど、めっちゃ柔らかい。これジャージって書いてある通り相当柔らかいです。もうテロテロ
これ超いいよ。レディースの素材みたい。しかも合わせやすいな。ちょっとテーパードしてて、そうシルエットもすごく綺麗で、タックが入ってて、でタック結構深めに入ってたね。がっつり入ってますね。がっつり入ってて、で裾もそこまで絞ってないから、まあ、セミワイドぐらいの感覚かなっていう感じはしますけどね、うん、バックスタイルも可愛いですね。可愛い。で、あやめがしっかり出たツイル素材なんで、そうなんですよ。テロテロなんだけどすごいこう薄い素材では別にないんだよね。いや、このあやめかなり強く出てますね、うん、非常にいいと思います、うん、これはおすすめでね。もう一個ねパンツはおすすめがあって、このパラシュートパンツがすごい、いや、めちゃくちゃ今っぽいですね。今っぽいよね、うん、古着とかで見かける軍のオーバーパンツかな、これ元ネタは、はいはいはい、このパンツの上に履くオーバーパンツ、スノーパンツとかのが元かなっていうふうに思うんですけど、裾が絞れて、はい、キュッと絞れて、そうキュッと絞れて、でウエストが少しこうなんだろう、アジャスターが一応ついてて、うん、まあ、使うか使わないか分かんないけど、だいぶ緩いよね。緩いです。かなり大きいですね。股上が深くて緩めのパンツになって、でパラシュートパンツっていう単語になってる通り膝が立体的になってるので、うん、なんかこうちょっと丸みのあるようなシルエットになるのが大きな特徴かな。横から見た時とかもね、ちょっと膝の部分ポッて出たような感じになってます。これね、なんかこうニューバランスとか合わせて、そうなんですよね、で白ソックスにニューバランスとか合わせて、オーバーサイズのなんかニットとか合わせて、うん、キャップかぶって丸メガネかけて、スケボー持ってコーヒー持っていろいろ持ってるな。いやでもまさに今ほんとこれ中目黒界隈張り切る人多いですね。中目黒界隈多いよねこれね。白ソックスでワラビーとかで、そう俺これなんか実物見るまでは、うん、もうちょっとこうチープな素材なのかなってちょっと心配してたんだけど、はいはいはい、すごい軍物っぽい素材感で、いいっすね、むっちゃいい。これレベルは高いけどめっちゃかっこいいって感じです、ね、これでもカーキ欲しかったな。これ何色展開、黒と、まあ、ダークグレーだけど、うん、でナチュラルとパープル。黒かな、ダークグレーが使いやすい。いや俺パープル欲しいな。かなりレベル高い。かっこいい。さっきもパープル良かったですね。いいですね。今回のパープルの発色すごく綺麗だと思います。次行きましょう、ワイドフィットイージーショーツの無地とワイドフィットイージーショーツのチェック、はい、そして、ついでにワイドフィットタック地のショーツの3つが展開されております、はいはいはい、でかいね。ワイドフィットのショーツの方はもう膝までかかるぐらいのワイドフィットのショートパンツになっていて、うん、でこっちのタックが入ってる方はちょっと短めになってます、うんうん、膝よりちょい上か膝、まあ かかるか、うん、でも言ってもでかいですね。言ってもでかいね。これ膝完全に膝 下までいっちゃうかもね。下までいっちゃうかも。だからちょっとスケーターパンツっぽい感じだよね、うん、ぽい。だバンズとかに合わせると可愛いかもしれない。いや僕がかなり好きなシルエットですね。まとめくん好きだね。僕こっちの方が好きかな、うん、ちょっと大人っぽい感じ。こっちもすごい好き。なんかグルカっぽいようなデザインですごくかっこいいと思います、うん、で素材感もこっちは若干カジュアルな、はい、ね、雰囲気になっていて、チェックの方はですねシアサッカー素材になってますね。シアサッカーですね。こっちでこっちのワイドフィットのタックが入ってる方は、ちょっとこう折りがツイルの素材になっていて、少しシワ感があるような大人っぽい古着っぽいような雰囲気になってるので、これだいぶこうなんていうか渋い感じですね、うん、渋い。僕はこの渋さがすごく好きですけど、うん、ストリートの人はこっちがいいかもしれないですね、うんうんうん。小物帽子がですね、ブロックテックハットが2990円、そしてブロックテックの、はい、ジェットキャップ2990円でございます。どちらも悪くないんじゃないですか。いやー可愛いです。これ可愛いよね、ジェットキャップね。結構攻めた作りだけど、僕もジェットキャップ結構好きだな。超ミニマルな作りで、ミニマルな、でもちっちゃいけど、ブロックテックか、ブロックテックになってブロックテックになってますね。だから蒸れにくくて雨とかにも強いのでおすすめ。確かそれ裏よく見るとメッシュなんですよね。メッシュになってます ね。 そうですよね。いいね、かわいいですね。結構深めにかぶれるタイプのバケットハットになってますね。バッグが、はい、バケットバッグミドル、うん、ミドルサイズと、はい、バケットバッグラージサイズ、それと、ドロストリングショルダーバッグ、はい、2990円、バケットバッグのラージだけ3990円です。僕正直このラージが結構好きなんですけど、ワンショルにもできるし持てるし、うん、でもうちょっと長めのショルダーストラップもついてるんで、はいはいはい、スリーウェイで使えるのかな。僕はもう断然こっちかも。ああそれ、うん、まあまたって感じだけど、でもこれ良くない。いやこれがいいな、やっぱ結局。あ本当それが結局いい、うん、僕なんかこのシリーズ結構好きですね。あのドラムバッグみたいな、可愛いですけどね。可愛いよね、ミリタリーっぽくて。これがもうやっぱクオリティ高すぎたなって、ね、それちょっとね良すぎるよね。
まだ持ってないって人はやっぱこれチェックしてほしいなって思いますけど、すでに持ってる人も多いと思うんで、そういう方たちはねこっちチェックするのもいいかなって思います。はい、最後サンダルと靴。サンダル意外と形良くない？サンダルいいんですよ。意外と良かったね。今っぽいですよね。なんかあの写真で見てると、あ、いつも通りのサンダルかなと思ったけど、いやちょっとスクエアトゥーになってるし、そう、細かいところちゃんと変えてあって、足入れするとすごいフォルム綺麗です。そうなんですよ。でなんかあのさっきのドローストリングスパックみたいに全部のパーツ同色にしてて、さすが、かわいいですよね。かわいいよね。サンダルちょっとこれ意外といいと思います。でニットスニーカーは変わらずですね。前回も展開されてたやつですけど、白と黒の2色展開になっております。はい、さあ、全部さらってきましたけれども、はい、その中で何が一番良かったですか？後編ちょっといいの目白押しで、はい、選ぶの激ムズですね。難しいよね。これ。ああそれ。いやでも相当選べないな。僕デニムもだし、こっちも良かったし、ストライプのシャツも良かったし、うん、結構選べないぐらい好きなのばっかりですね。ちなみに MB さんは？僕はこのシャツとこのパラシュートパンツ。もうパープルが。そうだね、パープル。でも多分普通に皆さんにおすすめしたいのはこれ。僕もジャージのパンツ一番おすすめだったらこれかな。そう、これが多分誰もが多分楽しめると思うけど、うん、誰が履いてもおしゃれになれる感じ。お洋服好きな人はこのパラパンとこの半袖シャツいってほしいなって感じがします、うん、なるほどです。はい、ということで今回の動画は以上となります。前編は MB チャンネルさんの方で、アウターとニット類についてね紹介しているので、そちらもぜひね概要欄のリンクから一緒に見ていただければなと思います。さすがに怒られるんじゃないですかね。大丈夫。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。